皆さんこんにちは。今保管してる船の方の作業をしようと思ったんですが、あいにくの雨のためですね、ちょっと封印してました俺の武器シリーズということでね、こちら ピストルクロスボウ、イエーイ。はい、ということで今日は現場なんで、これからですね、これの殺傷能力を試してみたいと思います。こんな感じですね。はい、では早速作っていきたいと思います。なんだこれ。怖いよ。はい、ということで完成しました。めっちゃ怖い、これやばい、これねパンパン。じゃあ撃ってみたいと思います。3、2、1、うわっ。やつじゃん、マジで。てこれ、やば、マジか。これマジやばくね。うわ、しかも結構正確になったね、これ。くわ、こんな分厚い板が半分ぐらい刺さってれば、ここまでいったね。ここまで、やっぱこれね、ここで安全装置ね。3、2、1。マジやばくない？これ。これね、5メーター以上離れてんだけど、これだよ、これ。うわ、やばいわ、これ。いけないもん。はい、ということで、今日はですね、このクロスボウですね。これ、ミニクロスボウなんですけど、これもね、基本的に外には持ち出し禁止です。でね、ずっとね、これね、俺の武器シリーズちょっと封印してたんですけど、破壊力すごくてですね、怖いです、マジで。まあ、ただね、なんか夏どっかキャンプとか行って鳥とか撃ってなんか食ったりとか魚とか釣ってみても、もちろん水気見たりしても面白いのかなと思うんですけど、
もう絶対危険なんであまり持ち出さないようにしてください。で、今日もですね、ちょっと雨降ってたんで、ちょっと船の下からの撮影になるんですけど、こんな形で今日はレビューしてみました。今日もご視聴ありがとうございます。バイ。